アミティービー。はい、皆さんこんにちは、アミです。今日はですね、早速なんですけど、クシタに2020年の新しいジャケットのインプレッションをちょっとさせていただこうかと思うんですけど、クシタにのレイジャケットになります。今私が着てるのはブラックのレディースのモデルになるんですけど、同じ素材、同じ作り、同じ値段でメンズモデルもありますので、男性の方もご参考にしていただければと思うんですけど、私今日このレイジャケットを着てですね、東京から愛知までツオーノに乗ってツーリングしました。実際にこのレイジャケットを着て走った感想、一言で言いますと、軽くて柔らかくて動きやすい、快適でした。東京を出たのは早朝、朝は若干ちょっと寒くはあったんだけど、昼間気温が上がって暖かくなっても、このレイジャケット着たままで快適に過ごすことができました。クシタニの2020年の新しいカタログ、ご覧になってくれた方も多いんじゃないでしょうか。私が今日ご紹介しているレイジャケット、このカタログのですね、この40ページに載ってるんですけど、メンズのモデルは3色あります。村染め、わかりますか、このブラックの風合い。黒って言っても重たすぎない、すごくライトな感じでブラックの色を楽しめます。ブラックとサックスとオリーブがあります。この3色で、私が着ているこのレディースのモデルはブラックとオリーブの2色展開になります。朝の気温から昼間の暖かい気温になるまで、結構このレイジャケット1着で快適に過ごすことができたんですけど、汗をかくぐらい暖かくなったんだけど、このレイジャケット、素材がですね、吸汗速乾素材で、日本語合ってますかね素早く汗を吸い込んで素早く乾かしてくれるっていうね、そういう素材を使っています。汗を素早く吸収してくれるってことは、蒸れないし、サラサラ、汗による冷えで疲労感が溜まってしまったりとか、体が冷えちゃって関節が痛くなっちゃったっていうことも防いでくれるそうです。今日私実際走ってね、結構ずっとサラサラでバイクに乗ることができました。これからの季節すごくおすすめです。腕のこの根元にストレッチ素材を使っているんで動きやすいです。ライディング時の支障になりづらい。皆さん知ってますか、この白と赤のテープ、これ消臭テープなんです。だからここで汗の匂いとかもちゃんと吸ってくれるんですよ。これはレイジャケットに関わらず、クシタニのジャケットにはついてるんで、チェックしてみてください。私が今紹介してるのはこれレイジャケット2020年なんですけど、今年はレイジャケット何が変わったかって言いますと、フード付きになりました。私も月に1回クシタニの店頭で店頭スタッフガチバイトをしてるんですけど、フードがついてるとね、お客さんに結構人気なんです。レザーのクシタニマークなんかも可愛いですよね。よいしょ。レイジャケットだけじゃないんですけど、プロテクターが標準装備です。肘と肩、そして背中にソフトパッドのプロテクターがジャケットと一緒についてます。別売りのちょっと硬いプロテクターをここにつけることもできます。レーシングブレストパッドもここにつけることができます。とにかくすごく軽くて動きやすいです。今日実際これを着て3時間4時間バイク乗ってたけど、結構幅広い気温でも対応できるんだなってちょっと感心しました。ここにもポケットあります。両方こっちとここにもポケットあります。ここでウエストの調整ができるので、バタつきを抑えることができます。走行時にですね、このフード、今年から新しくついたこのフードですね、フードにループがついてます。バイクに乗って走っている時はこのフードのバタつきが気になると思うんです。このループを使ってボタンで止めていただければ、走行時にバタバタバタって首がこう持ってかれるようなことがないので、ぜひ走行時はフードつけて走ってみてください。
女子的に可愛いポイント、プシタニらしさ、このちょっと覗くチェック、裾からもこのちょっと覗くチェックがすごい可愛いです。2020年のレイジャケットをご紹介させていただいたんですけど、私これ今着てるのレディースのモデルなんです。これレディースとメンズ何が違うのって、ここのウエストが少し絞ってあるのでスタイルよく見えるので、ちなみに私が着てるのはレディースの L サイズ。レディースの展開は M と L、 メンズモデルの展開は M、L、LL、XL、 幅広い展開があるので、ぜひ実際に靴下に店頭で見てみてください。で、私がアルバイトしてる日にもぜひ靴下に店頭に遊びに来てください。お待ちしてます。靴下にアルバイトのショップ店員として、また改めて靴下にの新製品ご紹介してまいりたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。というわけで、今回もアミ TV 見てくれて皆さんどうもありがとうございます。また見てね、バイバイ。